かキュッて詰まるんですよね。あ、全然元気がない気がない。あすごいスパークルです。ハリテネンからこんにちは、ビオハリ。できてない、できてない。もう一回今日は山口先生です。カリンちゃんです。よろしくお願いします。はい、じゃあ先生です。お願いします。ということで、今日はモデルさんがいないんですけど、今日は僕がモデルになろうかなと思って。実は7月の下旬ぐらいですね、僕もあのコロナになって別に1日2日熱発したぐらいなんですけども、その後良かったんですけどもね、やっぱり集中して仕事をするとですね、ちょっとこうパワーダウンしてるなみたいな。で10日間休みで11日目から復活って、その時予約ブワーッと入ってて、結局施術したんですけど、やっぱりちょっとなんかいつものパフォーマンスじゃないなっていう時に、今日これからやるね、治療受けたらやっぱりパフォーマンスバンって上がって、あ、これやっぱりスッキリするなっていう、自分でも実感したんですね。最近コロナの後遺症の患者さん増えてますし、そういった方は治療する機会も多いんですけども、1ヶ月以上前ですけども治療を受けて、それからまあメンテナンスしてなかったんで、またちょっとこのエナジー神経を受けてパフォーマンス良くなればいいかなと思って、お願いしたいなと思って、先日ライブ配信やってたんですけど、ライブ配信中に僕自分でこう頭皮診したんですね。こういうところにコロナの後遺症ってやるんですよって言った瞬間に、ちょっとねまだ喉をやられててですね、あの最近バンド練習してても8時間ぐらい歌わなきゃいけないんで、ね、叫ばなきゃいけないんで、ね、喉が枯れるんですよね。これもこうしたらスッと声出たんですね。これ継続治療必要かなと思うんで、まあ、お手柔らかな治療をしていただければなと思いますので、まあ、早速行ってみたいと思います。それではまずは上田先生、とても働きすぎで自律神経がおかしなことになっているかもしれないのでおかしなことです、はい、体がこわばっているかもしれないので動きを見ていきたいと思います。これ自信ありますよね。あります、ね、余裕ですよね。振りから行きたいと思います。ではまず右振り返って、もう行くじゃん、振り返っていった、はい、うはい、結構無理してますね。左側行きましょう。左全然行かないですね。限界ですね。ひどってボソって言った。痛い、こっち行くと痛い。じゃあ今度体ですね、はい、はい、これ自信ありますよ。行きます。ぶつかるから気をつけて。あ、OK です。ここで構えておきます。右からめっちゃ硬いですね。これぐらいかな。これくらいですね。はい、左行きましょう。左も微妙です。うん、本当にロックしないぐらいだったらここぐらいかな。30-30やばいな、これめちゃめちゃ狭いですね。さっき喉が調子悪いとおっしゃったので、はい、ちょっと声をあーあー、まあ声僕出る方なんで、ここがなんかキュッて詰まるんですよね。あー出てないです、ね、うん、あー全然元気がない、聞かないですね。ではしっかり声が出るようにしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。結構ボロボロ、はい。上田先生が今どんな状態なのか見ていきます。下に見るの細胞が死んじゃったみたいな。一応生きてます。一応生きてますね。元気ではないです。弱って言えないか、弱ってならないですね。肺のところが元気がないです。無人居でしょ。無人居です。お腹も見ていきます。土屋先生がすごい静かなんですよね。喋んない、いいんだよ喋って。放送事故になるから。うっかり喋るとなんかいろいろバレるんで。何がそんなに何がだから。あ、そんなことないですよ。上田先生のお人形が大変なことになってます。やばい、やばいです。もうここがもうへにょへにょ。ちょっとどうぞ。冷たいな。今上田先生のお腹で暖を取って足がゾワゾワしてる。あー冷たい。上田先生のお人形を補充していきます。お人形補充合ってますか。はい、まあ、合ってますよ。先日ライブ配信したんですけど、なんとかりんちゃんのお母さんが見てくださってたようで、しかも自宅の巨大テレビで見てる。複雑な心境ですね。娘さんを雇用させていただいてる身として。ああ、グミ言います。背後いたか。
ハリボーよりちょっと嫌な感じ。ハリボーの首が取れました。上田先生が、あもうハリボーいないといいんですけど、ハリするときもあーって言うんですけど、されるときも言うんですよね。細かいね。上田先生豆知識みたいな。あーほら来た、あーにょにょ、あー、うん、あー、これ取れた、入ってます、はい、入ってます、はいって言ってすげーエネルギー走ったんです。あーすごかったな、ベイビー生えてるので安心してください、大丈夫です。うちはよく言われるんですけど、昔ね、僕が駆け出しの頃ですよ、お互いに患者さん見たりとかするわけですよね。そうすると僕が出張でいない時に、先生は女っぽい針だけど、あの先生はたくましかったわー、意味わかんないですよね。強い針をしているってことですね。僕は触れないような針ですよ、ね、結構カリンちゃんもずっと長いたくましい、あー、あ、笑うの、あー、すごい。では土屋先生にバトンチェンジで、あ、変わるんですか、はい、4K を、ああ、ああ、親指取れた？入ってます、大丈夫です、取れてないって言うんじゃない？入ってます。次合格に行きたいと思います。ああ、痛いか、ああ、痛いか、すげえ痛いか、ああ、なんでうちの住所はずっとおんばりなんですか。横ばっていっぱい針が落ちてきた。自分の手の小ささがですね、ちょっと。あ、あ、うわー、あ、くっ、ちょっと、おー、すごい、眉毛取れた、上に上に行った今すっげえ引いて、ここは普段支えない針してるんですけど、電気をかけるんでちょっとね深く入れるんですけど、だからまあ響くんですよ、響かない針ももちろんもちろんしてるんですけどね、今なんか一生懸命僕のためにズトン針ですよ。ズトンは苦手だからやめてっちゅう話なんですね。愛情こもってずっと心を鬼にして頑張ってます。ああ、あ、もうちょっとこれいかんやつ、いやいや、もういかんやつや、あと2ミリぐらいしといて、あと2センチ、2センチ、2センチいったら足取れるやろ。次は上田先生の頭にオープンキングなので、ちゃんと声が出るからですよね、元気になっていただきたいので。やばい、もう寝そう。あ、でも喉開いた。これは呼吸循環ポイントです。ああ、ちょうど声が出ないので。ああ、わあ、出るね、あーが出ますね。あーのあーが出ます。何言ってるか分かんないですけど、さっきの力がない感じが全然。これは胃腸のポイントです。ストマック
エリア。ストマックエリアです。ああ。あ。すごいね。あれ僕ね大げさなんですけど響くんですよ。でそんなに響かないんですけどね。では交代します。王冠の作成を土屋先生に託します。またあのズドンバリ来ますか。上田先生を持って愛がこもった。このなんか大根芝居にしか見えないんですけど。大根芝居。おお、あ、すごい。山口先生が男らしい針でした。ここは何ポイントですか。再生。ああ。リプロダクトポイントです。かわいい。ここはプロダクトポイントです。あーすごいスパークル。あーすごいビリビリしてるよ。あーおお、こっち取れた。電気がかかっていきます。 4K から右足のところにかかるので感じたら教えてください。強すぎないですか。強すぎのようです。豊田先生生きてますか。ダメです。ダメです。今度は頭ですね。左側から感じたら教えてください。お真ん中にかかります。右側行きますね。大丈夫ですか。はいはい、もう寝ます。はい、では7分ほどお休みいただきます。じゃあ外していきます。目指先生のあに元気が出てきた気がします。ああはい、すべての針が取れました。声出るね、うん、めちゃめちゃ出ますね。めちゃめちゃ出るんですよ、これ。姿勢も全然違います。だから呼吸器系コロナの後遺症でやばい人とか疲労感ある人絶対受けた方がいいなと思う。これ目の輝きが違います、ね、目の輝き切れたみたいなことですすごいです。ありがとうございます。では2チェックをしていきます。首の動きから見ていきます。右側を振り返ってください。おめっちゃスムーズです。首整列して、あ、全然左むちゃむちゃいくね。首触ってないですか。すごい、いや僕はあの落ちてる、寝落ちしてる、触られたかもしれないです。動画で確認してください。今度は体の動きですね。これで、はい、避けとかないといけないかもしれないです。いい、ああでも行きますね。いいですね。あ、ここもここでちょっときつかった。ここまで行ってたけど、この針が取れたんですって言ったら、すごいね、精通してない。もうこれでいいんじゃないですか、背中側のせいだのとか。あと声の、あ、そうです、はい、あ、もう出る、出ますね。すごい出ますね。はい、出ますね、はい、この呼吸循環ポイント入れてもらった瞬間にガッて開いた感じがありました。すごい、ありがとうございます、はい、いい感じに買い戻ったので、はい、ということでコロナ後遺症とかですね、呼吸器系でね、息がすぐ上がっちゃうとか疲労感があったりとか、喉が声出なくなってるとか、あとはなんか気だるいとかね、そういったものとか、もちろん味覚障害とか嗅覚障害とかも、治療あるんですけども、そうじゃなくて実は倦怠感とかだるいっていうのはコロナ後遺症だったりとかしますんで、ぜひまあそういった悩みがある方ですね、お問い合わせいただければと思います。うちの院は横浜元町と銀座にありますんで、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。それからこういった施術ですね、会員さんで100人ぐらいできますんで、概要欄からお問い合わせいただければと思います。他にも
エセジスの動画ですとかセルフケアの動画を配信してますので、次の動画もご覧いただけると思います。チャンネル登録、高評価の方で応援よろしくお願いします。お願いします。全然電気が入らない。はい、もともとね、歌うまくやったハイトーンが出ないんです。おい、ここでもロックかかって声が枯れちゃうんですよ。サムライソウルを超えらんない、サムライない感じなんですか。侍まあこれ、はい、誰の歌かはコメントに書いてます。これは結構簡単だと思いますね。あるバンドです。